そうですね、私がこう今の会社を選んだ理由として、本当にこう大規模なシステム開発に携わっていきたいというものがありますので、まあ、技術力を身につけるために勉強も重ねつつ、まあ、将来的にはこう日本の全体にこう貢献できるような大きなシステムを開発できるようになっていきたいと思っております。短大の2年間で学んだことを生かしつつ、就職と一緒に私も20歳となるので、社会人としての自覚を持って頑張っていきたいです。私は個人課題研究を通して人と人のつながりが大事だということが分かったので、それを創造できる社会インフラを大学で学んでいきたいです。私は筑波大学比較文化学連に入ることによって、宗教や文化を広い視点で学びながら自分の将来に役立てていきたいと思います。